こんにちは、デジモットです。今回紹介するのはこちら、持ち運びに便利な折りたたみ式扇風機でございます。この扇風機は2万ミリアンペアの大容量バッテリーが搭載されていまして、電源コードがいらないんですね。で、部屋がね狭いので、このような折りたたみ式の扇風機を購入しました。で、ね、小さいといっても風量はそこそこここあるんですね。パワフルな扇風機です。で、バッテリーが2万ミリアンペアで最大112時間の連続使用が可能らしいですね。で、この扇風機の最大の特徴は、なんといっても8段階の風量調節機能があるんですね。一回ちょっとつけてみますね。で、この扇風機のアイコンをタップすると扇風機が回ります。今1になってますね。これはで、これが2、3、4、5、6、7、8で、9まであるんですけれども、9はリズム風になります。結構強風めのリズム風ですね。で、消すには長押しで消します。で、モーターはね、DC モーターが採用されているので、結構静かですね。で、この扇風機は折りたたみ式なので、一回折りたたんでみますね。折りたたんでみます。あ、その前に、一応扇風機の首はここまで伸びます。だいたい、で、高さは58センチぐらいになります。たたむには、これをね、まず、首がね、結構バキバキ。なるんですけど、怖いですけどね。で、こんな感じで、こんな感じでコンパクトになります。で、ここにね持ち手があるんですよね。で、こうこのように持って運ぶことができます。裏面はこんな感じで滑り止めがついています。で、ここに充電、USB-A と USB-C のコネクタがあります。大容量のバッテリーがあるので、スマホとかのね充電もこっからで、 USB-C は入力と出力が対応しています。で、 A は、出力だけ対応しています。なので、この扇風機に充電するときは USB-C を使います。一応付属は USBタイプ A とタイプ C、 片方が USB タイプ A、 片方が USB タイプ C のケーブルがついてきます。あとマニュアルですね。で、このすごい持ち運び便利なんで、どっかねアウトドアとかでも十分活躍するんじゃないでしょうかね。で、もう一回立ち上げますね。ここをねバキッて開けて、で、こうやって上げてします。で、これなんと、これがねリモコンになってるんですよね。リモコンで、ここでこれで扇風機を回すこともできます。で、リモコンはオフボタンもついてますね。で、この回転、これで回転することもできます。首の回転で、首の回転は45度と90度の角度が選ぶことができます。で、この常に今63って白くついてるのが、これがバッテリーの残量ですね。今 63% バッテリーがあるっていうことですね。この扇風機の直径、羽部分の直径のとこが大体20センチぐらい。で、本体の操作の説明をしたいと思います。まず、こう電源をオンにするときはタップで、この扇風機のマークをタップすると電源がつきます。で、こう押していくと8段階で、9はリズム風、強風めのリズム風で、長押しで切ると。で、もう一回つけて、で、この隣の、これが首振りですね。90度の首振りので、45度の首振りで、もう一度押すとストップ。で、この隣がタイマーですね。これ今1時間タイマー、2時間、4時間、8時間、8時間までタイマーが可能です。で、この面白いのが、この一番右の電球みたいなやつが、これがね、LED なんですよね。ちょっと分かりにくいので、電気を暗くしますね。
見てください、 LED が色が変わってるのが分かりますかね。青になったり、もうちょっと暗くしてみる、ピンクに赤になったり紫になったり、これ面白いですよね。でもう一度、これは徐々に変わっていくんです。自動的に LED が変わっていきます。もう一度押すと結構早めに、結構色が変わっていくのが早いですね。でもう一度押すと固定にできますね、色が。これ白っぽい色ですね。で紫、赤、青、緑で消すことができます。で今の LED ですが、実は扇風機がついていなくても LED だけでもつけることができます。なので照明としても使うことができます。それとまあ首がね結構上に上がるので、洗濯物乾かしたりとか、このままつけることもできるんで、まあ、いろんな角度で使うことができますね。まあ、充電するときは USB-C で、ここにねこの USB-C のところにこんな感じでね挿して、 AC アダプターかなんかでつなげると、このように、ね、点滅している状態、これが今本体に充電されている状態になります。それで最後に、長時間ね使わないときはね、バッテリーの劣化防止のために電源オフができるんですね。まあこれでも電源オフ今の状態でもしてるんですけれども、低消費電力でオフができます。でそれはこの本体の時計ボタンを押しながら、リモコンの時計ボタン押すとピッとなって、でこれが低消費電力モードになってるんですかね。するとこのリモコンのどのボタンを押しても操作できないんですよね。で普通の電源オフだったらこの扇風機マークでオンにできるんですけれども、低消費電力モードになるとリモコンのボタンでは操作できなくなります。でもう一度する場合は本体側のここを押すと、すると使えるようになります。低消費電力モードをオフにすることができます。以上で今回は 2万mAh の大容量バッテリーを搭載して最長112時間使える折りたたみ式扇風機を紹介いたしました。まあ、これからね暑くなるので、あまあすでに暑いですけど、室内だけでなくアウトドアシーンにも使えるのではないでしょうか。まあ、実際ね使ってみると、バッテリー式の扇風機ってすごいケーブルがいらないのでめちゃくちゃ使いやすいですね。これからはもうこれが主流じゃないかなと思います。ぜひ興味があればチェックしていってください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。